対スーパーマン用の武器ができた。さあ準備はいいか。お、何ですかこれ。銃弾、下に銃弾、上にはこれ何？お前ら見ろ、金ピカのケミカルライトだ。ブレイニアックの同化における変異原性を利用することでベクターを合成し、クリプトナイトの放射線を強化した。新たなメタマテリアル、ゴールドクリプトナイトだ。ゴールドクリプトナイトだこういう悪趣味な金持ちってなんて言うんだっけ。ナリキン、待て、こんなので魔王ブスティールを殺せるのか。ゴールドクリプトナイトを使えばスーパーマンを弱体化できる。そうすれば勝てるかもしれない。ああ待て待て待て、弱体化？勝てるかも？それだけか？これを使わないというのなら、奴に見つかった瞬間体内の原子を全て破壊されるが。ああそりゃまずいな。じゃあ決戦の場所はどこにする？一つこちらから提案がある。センテニアルパークだ。自身の銅像の前でスーパーマンが膝を折る、その姿を夢に見てきた。この次元でついにその夢が叶う、はあ、感無量だ。まあ私も公演じゃいろいろやったし。うん ハリー、さすがのお前でも分かるだろう。スーパーマンにかなうわけが。果たして我々がいるだけでスーパーマンは戦いに現れるだろうか。案あるけど分かる？いや、さっぱりだ。だがなんであれ、乗るぜ。暴力的でシュールなものだろう。レックス2、私に患者の面倒を見させてよ。構わん。レックス1の車を使うといいだろう。バットマンがスーパーマンの葬式に行くのだ。盛大に送り出そうではないか。くじるんじゃないぞ。すごい、おしゃれおしゃれ。それってそういうのに使うもんなんだ。車のキー。あ、なんかバットマンじゃない、スーパーマンのでっかい像がある。スーパーマンの足元で死ぬことになるぞ。なんで、何かボス戦かな。どうだかな、こっちはもう2人やってるんだ。趣味と実益を兼ねるって最高だなえ、もうボス戦かな。もうスーパーマン来る。笑わせる。他者に依存し、食い物
する獣の群れが、特にハーグネス、注目を浴びたくて必死なアルチューメ。あ、この人アルチューなんだ。シャーキーは心ない怪物だし、今初めて知った。なんだっけ。そうだ、あんまり賢くないんだった。つまんない男だね、ほんと。ジョーカーは知ってるでしょ、言葉で人を傷つける天才だった。でもあんたはダメ。闇落ちしてもあんたは悪になりきれない。あんたはよくやったよ、ゴッサム中を飛び回って悪党を懲らしめまくって、みんなの心に忘れられない恐怖を植え付けて。今度はこっちの番。いろいろあったよね、けど最後が私とは思わなかったでしょ、コウモリ男。くだらないおしゃべりにもそろそろ飽きてきたな。もうちょっと、最後は最高のジョークで締めないとね。今ここで殺しちゃう感じなの。やったの。やったね。私たちが世界を救ってあげる。